一緒になりました、はい、どうですか今の気持ちは。そうですね、ここまで来たらしっかりあと1勝して決めたいので気を抜かずにしっかり集中していきたいと思います。まあ、今日の、レースを振り返ってどうでしたか。そうですね、作戦としては緩んだところでいければかまし、もしくはペース上がるようであればまくりっていう風な作戦だったのでしっかり緩んだところ、そしてインをすくって隊列が短くなったところでしっかり仕掛けれたのはいい判断ができたかなと思います。まあね、後ろもちゃんと今回はついてきて順番つきまったっていう感じですけど、はい、それはどうでしょう。そうですね、しっかり初日はラインで決めることができなかったので、まあ、3者で決めれれば一番良かったんですけど、まあ、しっかりでも1番2決めたことはまず良かったかなと思います。さて明日、いよいよ特徴を変わりますけども、それはどうですか。そうですね、しっかり集中して自信を持って走ったら、特徴できると思うのでしっかり自信を持って頑張ります。まあ、とはいえね、通過点だしね、はい、まあ、負けられないしねっていうのはあると思うんですけど。そうですね、はい、やっぱり通過点でもあるので、まあ、しっかりそこを、まあ、最大の、まあ、今までの大きい関門というかなってくると思うんで、そこをしっかり通過できるように頑張ります。頑張ってください。はい、ありがとうございます。